はいどうも、ボドカです。というわけで、今日はボドカ、オパシ、嫌い説についてね、少し喋っていこうかなと思います。皆さんですね、ボドカ、オパシ、嫌い説ということで、かなりまあね、ボドカとかハセシンはオパシが嫌いだみたいな感じで、まあ、ハセシンは知らないですけど、ハセシンは知らないですけど、俺はね正直に言いますよ、嫌いです。というのは嘘で、別に嫌いもクソもない、嫌いもクソもない、好きでもない。男で好きって感じはなんかおかしいんですけど、嫌いもクソもない。まずね、俺ら飯一緒に行ってますからね。言っとくけど、七日さん、俺、玉尾、オパシさんで、みんなで飯行ってますけどね。で、俺ね、放送中とか七日さんとかさん付けしたり、他の方とかはね、さん付けしてるんですけど、オパシさんだけさん付けしないんですよ。俺オパシって言うんですよ。なんでか、なんかさん付けすると違和感があって語呂が悪いから、俺はオパシって言ってるだけで。でね、あとオパシさんって過去に何回も炎上してるんですよ、いろんなことにね。デラックスコースとか、まあ掘り返すようで悪いんですけど、まあ、そういうのね、ちょっとなんかネタ感があるんですよ。ネタにしてもいい感がね。なんで僕は別にネタにしてもいいですかという許可も取らずに、勝手にネタにしていろいろディスったり、あいつは COD を裏切ったとか言ったりねしてるだけで、なんか別にね、オパシさんが嫌いとかそういうわけではないので、なんか不仲説で若干喜んだり悲しんだりしてるキッズに朗報なんですけど、そんなことはないです、本当に。でもね、これだけは言いたい、俺のリスナーでオパシさんのことをあんま好きじゃない人は割と多い。うん、これは多いね。うん、やっぱりなんやろうな、なんかリスナーの見てる層とかの問題やろな。例えばハセシンが好きで俺のことは好きって人はかなりいるけど、オパシさんが好きで俺のことが好きって人は少数派やし、俺のことが好きでオパシさんが好きって人はやっぱ少数派やん。そういうことなのな。うん、まあやっぱりね、見てる層でだいぶ違うんで、まあそこら辺はね、理解を持っていただければなと思います。まあ、これね、本当にね、なんかオパシさんも困ってるみたいで、若干俺とオパシさん不仲説ちょっと困ってるみたいでね、ちょっと雑談じゃないですけど、そんな感じでフリーフォールやりながら喋らせてもらいました。オパシさんはね、多分この動画見てね、俺のこと別に嫌いじゃないよって思ったら、ここのコメント欄に現れると思うんで、ここのコメント欄にオパシさんが現れなければ、オパシさん多分俺のこと嫌いですね。はい。いやー、マジでなんかなんでなんやろな。まあ、俺が普段からオパシはクソとか言って言いまくってるからこうなったんやろうけどさ、しょうがねえ、しょうがねえ。面白いやもん、だってなんか炎上の理由とか面白いやもん。普通の人はさ、なんか荒れ方が若干違うもん。オパシさんだけ下水もん、荒れ方が。だから好きなんよ。だからこうやってね、なんかちょっとおちょくったりするのが好きやっただけでね。そう、オパシさんね、下水んよ。オパシさんってね、下水んですわ、全体的に。なんかね、下水んですわ。俺はオパシさんは COD で下ネタ枠やと思ってますからね、完全に。オパシさんってね、最初サーチ枠やったんですよ、ゴーストとかでね。サーチで検証したりするわけやったんですけど、ね、晒していいとも増刊号とかやりだしてからね、もう完全にね、下ネタでね、おっぱい JK マンコみたいなね、感じの、不純異性交友みたいな感じの実況者になっちゃいましたからね。シリーズ人気ですよね。はい、どうも、おかしです。それでは、今週もやっていきましょう。晒していいとも増刊号つってね、やってるじゃないですか。俺あれよく猫缶と一緒に見てたからな。一緒に見てた時期あったからな。俺と猫缶って割とさ、一緒にやってる時さ、ラブラブしながら一緒に動画見てたりしたから、大会みたい、せーのっつって一緒に動画再生してね、感想言い合いながら、それが面白かったね、普通に。あれ、いないな。なんかさ、こんな話しながら勝てちゃいそうなロビー、ワロタ。あ、国民突撃銃弱体化してるみたいな。早く顔出せよ。え、マジ？どこ？ですよね。危ねえ。このさ、C4 強くねえか、このゲーム。なんか、めちゃくちゃ強くなったよな。ここなんか入ってきそうやな。わーお、どっから。あー、バカ。死ね、お前。あー、危ねえ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 。嘘やろ。危ねえ、危ねえ。なんか、国民突撃銃弱体化したっつっても強えな、普通に。普通に強いやん。なんか普通に敵倒せるぞ、これ。まあ俺が強いってのもあるけどさ。やっぱり。でもこれ、エイム合わせせずに、一番最初のエイムやからな。それでこんだけってことは、やっぱ強いな。でもね、ちょっとね、なんか弱くなったのはなんとなくわかる。なんか過去の爆発的な強さがなくなったから、これどっちかっつったらね、レッドデッドサイトつけてやるのがいいかもしれないね。
ああ、ごめん、間違えて下打っちゃった。今のガチで間違えて下打っちゃった。あ、やべ、あいつ、鬼に下打ち仕返そうとしてきたな。で、敵にやられてやんの。バーカ。これも一つの狙いなんですよね。相手に、キルストリークを試させないっていう。下へ打つことによって、敵に打たせることによって、次の打ち合いにね、注意をそらすっていうね。まあ、これも俺の作戦なんで。やっぱね、いろんな作戦、これはトリックプレイって言うんですけど、トリッキーな作戦、だいぶ重要なんでね。はい。てな感じで、今日はね、オパスさん不仲説について少し喋っていきました。オパスさんね、さっき生放送行ってちょっと困ってたんで。困ってたんでね、俺からこんな動画を上げさせてもらいました。まあ、オパスさんとコラボすることはね、あんまないとは思うんですけど。COD の層が違いすぎるから、別ゲーでね、コラボとかは全然します。COD はね、ほんと視聴者層がちょっと違いすぎて、なんでみたいになる人が多いんで、COD でするってのは、本当になんか実況者を誰かが一緒に集めて、イベントするとか、そういう時にやるぐらいで、まあそれ以外の別ゲーとかもね、全然やるんで、俺ら仲いいですからね、マブダチですから、ブラザーですからね。はい、てな感じで今日はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。